んで隣に座ろうって言ってくれたの。話したいな。イエイ。ヤマト君さ、誰も誘わんからさ。何考えてるの。ちょっと話聞きなさいよ。無理無理無理。ちょっと。もうヤマトもサワリに興味津々やから。クマクマクマ。可愛いんだけど。見て見て見てってテンションで言ってる。やば。